おはようございます。今日が旅中でね、最も緊張する日、陸路での国境越えですね。ここコロンビアのイピアレスっていう町にいるんですけど、国境近くにいて、隣の国エクアドルに陸路で入っていきます。今から乗り合いバスに乗って乗り継いでみたいなことをするんですけど、以前もね、メキシコからグアテマラ陸路で移動するとき、いろんなことがありました。いや、今日もね、結構しびれそうなんだよな。とりあえず今から国境まで行って、果たしてどうなるか、ちょっと皆さんとシェアしていきたいと思います。タクシーのたくさん並ぶバスターミナルです。ここから国境行きのバスをね、一回探していきます。これはどこだ？コレクティーボ。コレクティーボ聞いてみようぜ。コレクティーボ、はは。フロンティア。乗れました。他の乗客もいて、みんなトゥルカンっていう、あの国境のね、向こう側の街の方を目指すということだったので、はい、大丈夫かなと思います。国境到着、めっちゃいるわ。Thank you. Gracias. ディスラタン。よし、ここまでは無事。前はね、降りるときにお金をこうちょっとぼったくられたけど、今回大丈夫だった。一旦イミグレーション行ってきます。たった今コロンビアの出国が終わりました。コロンビアの入国スタンプちゃんと押してあるみたいなもの、入り口でまず求められて、ちょっと緊張したけど、まあそこは問題なくて、いよいよここからコロンビアからエクアドル国境を歩いていきます。コロンビアバイバイ。エクアドル行ってきますじゃなくて、なんだっけ、はい、お邪魔します。国境でも元気やな。なんかさ、僕らもリサーチ不足で、エクアドル入るとき、今犯罪経歴証明書みたいな、あの犯罪してないですよねみたいな証明書が今年に入ってから必要になった。これ日本出国前とかに読んでなくて、でそれで今こっちまで来ちゃってるんだけれども、一応ね、最近ここ陸路で渡った旅仲間がいるんだけど、彼らは特に求められなかったって聞いていて、ちょっともしかしたら入れない可能性はあるかもしれない。でもまあその時はしょうがない、自分たちがその確認不足だったし、まあ、そうなったらそうなった時の対応を取ります。入れました、エクアドル。クリミナルレコード、やっぱその履歴の証明書持ってるみたいな、でも正直にすいません持ってないんですよみたいな説明をして、そしたらちょっとなんか中で話をしてくれて、一応説明をしたの、どのぐらい滞在するかとか、実際に友達がいて、エクアドルの人にそこに友達がいてみたいな説明をしたら、なんか諸々の説明を受けて OK みたいな形になって、無事入国スタンプをしてもらえて入れました。最悪ダメだったらと思ってたけど、あの説明した上で大丈夫でした。そしてまたここから乗り合いバスですね。タクシーたくさん声かけられるんだけど、安いであろうコレクティーボっていう乗り合いバス、また探していきます。あの辺が行きそうなんだよな。これ聞いてみよう、トゥルカンかどうか。いや、たくさん乗ってきた。これはね、僕らにとっても嬉しい判断ポイントですね。バスターミナルに着いたよ。するとみんな次のバス行きの人たちが来た。みんな一斉に営業をかけてくれて、これはね、事前に調べとったんよ。No, I'm good. I'm good. I'm good. よで、営業が多いので、僕らがすべきはここから料金交渉して、首都まで行ける安いバス会社さんを探していきます。ちょっと交渉しよう。What did you say?How much is that? $5. You said $5. Are you sure? Yeah. Okay. Bus. Yeah. Oh, yeah. Tikka daki. $5. Gode iketara. So, total. The ticket le falta. Este ticket. Ah, ticket nanka moranashi ne. Eh? Ya, are ga hitiyou nanda. Kore ga. Ano, bus terminal shiyou ryou da. Thank you. Gracias.はい、理解した彼は OK、 ティケ、バスターミナル使用料っていうのが必要 で今それを払ってきました。チケットさえ買ってしまえばみんな優しい。本当にこちらで行くぞ行くぞみたいな、みんなも早く行きたいんだろうな。ちょっと急いでバス持ってきます。途中でね、検問があります。タクシーなんだけど、後ろのトランク開けてみたいな、全部細かくチェックしてますね。今警察の方登ってきて、身元、身分証明書みたいなの見せて、僕らのパスポート見せてみたいな。人によっては荷物チェックもあるんですけど、僕らは特に大丈夫でした。すごい景色が綺麗。ピッカニキさん、ボラサウィタチョチョス。5カ国目のエクアドルの首都、キトです。
着いた。ここのバス停から町までね、ちょっと離れてるから、いきなりだけどローカルバスにちょっと乗ってみます。タクシー。あ、ノータクシー、Thank you。タクシーだらけ。Google マップだとここがバス停なんだけど、何も目印がない。一旦手を挙げて聞いてみます。いや、バス乗れたわ。今結局自分の携帯でさ、ここ行きますかって地図を見せてたから取れなかったんだけれども、お金もいくらか分かんなかったんだけど、持ってたコイン、コートを見てたら、多分ね、正しい金額35セント、1人当たり50円で乗せていただけて、多分正規料金だし、ありがたい。ドライバーさん優しかった。懐かしい、ここの交差点。4年前に僕ここにいたんですよ。いやー、めっちゃなんか感慨深いな。もともと世界一周をしていたんですよ。で、その時南米を最後回っていて、おお、びっくりした。最後南米にいて、あのコロナが広がってきちゃって、閉じ込められた国っていうのかな、がここエクアドルの首都だったんですよね。身動き取れなくなっちゃって国境閉まったりとかで、で最終的にその世界一周はストップして帰国することになるんですけど、最後にいた街、いや、ここ首都がね、懐かしい、めちゃくちゃ。だからすごいなんかいろいろこうフラッシュバックする。まさに今ここ歩いてる道も歩いてたし、今日これから泊めさせていただく宿があるんですけど、そこのオーナーさんも僕がその昔に4年前に泊めさせていただいていた同じオーナーさんのところ で今日また会えるということなんですけど、いやー、ちょっとなんか嬉しいな。そしたらなんか、うわ、戻ってきたと思って、やばい、嬉しい。なんかすごいいろいろ考えさせられる。あれ、やってないかも。やってんのかな、これ。調べたら日曜日閉まってたわ。今日日曜日なんだけど。4年前はさ、本当外出とかも禁止されて、でスーパーとかも決まった曜日とか時間にしかやってなくてさ、でここが最寄りのスーパーだったの。だからこう宿に泊まりながら常に自炊をして節約して、いつこう国境が開くんだろうとか、そういうのを待ちながら滞在していた場所です。ここのスーパーにも何回も通ったし、ここにね、みんなで列を作ってマスクをして自分の順番を待ってみたいな。でオープンしたらここが入り口だったわ、そういえば。でここから入ってみたいな。いや、結構うわ、思い出すな。本当に繰り返しなんかこんなこと言っちゃってるかもしれないけど、いや、ここがね、僕のその世界一周の前回のね、最後をストップしたところでした。これから宿の方にいよいよ向かっていくんですが、ちょっとだけスーパーで買い出ししました。これで何日かね、もう過ごせる分はあります。オーナーさんと再会します。結構感動するなと思う。ちょっとバクバクしてきた。一回ルームメイトが迎えに来てくれるみたいだった。はい、ナスミユ、エリソン、やまーな、グワー、エリソン、ハリー、ワーオイチピワー、イエーイ、ナイススイヤー、ナイスティーズアゲン、ハリー、I'm good, how are you? Oh my god, it's been so long. You alright? Wow! So good to I miss see you. Mucho gusto. Mucho gusto. I just got married this year, like January 1st. Congratulations. Congratulations. Wow, I'm so glad to. Yes, how you been? Yeah, I've been great. You got any Japanese since I left? I haven't even read.